それでは世界の力を、世界のダーツを見せつけるザ・ワールドプレイヤーの入場です。まずはこの方、闘魂の狼ロイデン・ラン。ザ・グレート・ホワイト・シャーク、クリス・ワイト。ザ・ワールド2011グランドファイナルチャンピオン、ポール・リーブ。ジャパンステージ1宮城優勝、宇佐美圭プロ。ジャパンステージ2新潟優勝、勝見翔プロ。ジャパンステージ3愛知優勝、鈴木武博プロ。第1戦のゲーム形式はザ・ワールドモードで行います。701クリケット、701クリケットチョイスのベストオブ5レグとなっております。さあ、ステージに光り輝く女神はどちらに微笑むのか。さあ、こちらザ・ワールド VS ジャパンのチーム戦です。さあ、ザ・ワールドセンターコークお願いします。先攻はザ・ワールドチームです。どちらに女神が微笑むのか。それでは参ります。ゲームオン。
まず1レグ目はロイデン・ラム選手の勝利ということで、ワールドチームまずは1勝となりました。続きましてスタンダードクリケット、こちらクリス・ワイド選手 VS 勝見翔プロとなります。勝見翔選手ジャパンの先行で入ります。ゲームオン。試合が入っております。コントロールまでお越しください。
はい、辰巳翔選手の勝ちということで、続きましてですね、3レグ目701ポール・リム VS 鈴木健弘プロの試合となります。今のところザ・ワールド、VS ジャパン1-1ということです。ゲーム開始となります。Is Paul Lee. ということで、ただいまの701 The World Team 勝利、ただいま 2対1となりました。続きまして4レグ目、こちらはですね、スタンダードクリケット、対するはポール・リム VS 辰巳翔選手となります。さあ、それでは先行ジャパンチームでゲームオン。
Winner is Mr. Paul Lim! ということでですね、ただいまの4レグ目、ポール選手の勝利ということで、3-1 で今回、The World の勝利となりました。さあ、ワールドの選手に大きな拍手をお願いいたします。咁今次呢個比賽，咁好開心可以同日本隊對啦。佢哋都好強，咁我哋亦都唔弱。咁啊，好開心！我有 Chris Way 同埋 Paul Lim 呢個隊友，亦都好多謝好日本咁多位 fans 嘅支持。I mean, it was great. I mean, it's three world class players against three world class players, and we were just lucky to win. I mean, we're happy days. Even though it's just an exhibition match, I feel that it's more than just an exhibition match. The thing is about that player that we want to win.And I'm sure very much so, like, you know, for Japanese team, is that they don't want to lose too. It was a great match. Like I said, I thought it was really going to go down to the last leg. But I'm glad it didn't go down to the last leg. It was very exciting. Team 戦の一発目でなんとか勝って勢いをつけたかったんですけど、ちょっと硬くなっちゃって、あとの2人にちょっと迷惑かけちゃったんで、すごい悔しいですね。初対戦でちょっと緊張感もあってお互いちょっと意識したかなっていう部分もあってすごい数字のいいスコアではなかったですけど自分の中では見応えのあるゲームだったなと思ってます最後自分のところで、勝敗が決してしまったので本当悔しいですねジャパンのプレイヤーとしても、個人の脱プレイヤーとしてもとても勝ちたい試合でした、率直に悔しいです、1試合しか出れなかったんですけど 0-1 だったんで5ラウンドでアウトできるようにこれからもっともっと練習してワールドを超えられるようなジャパンになれるように、はい、頑張りたいと思います。